あ、沈んだ、浮きが沈んだ。そう。ちっちゃいやつでミス組んでもらって、はい、そっちのミスかね。すごい餌の量。うん、えい、うわ、切れない、切る、めっちゃ大量じゃん。うん、あ、そうやって混ぜるんですか。うん、どうやって混ぜるの。うん、手でこねるんだよ。いやこれ全然水いらないかも。間引きチャンス、いくぞ。うわ、めっちゃ寄ってった、気持ち悪い。めっちゃいるよ。練り絵の方があれなら、これで入れな、これで。はい、網姫がいい。こっちの方がいいんですか。めちゃくちゃ投げちゃってんじゃん。なんかちっちゃい魚がくっついてる。お、釣れた。そのまま、あ、フグじゃない。あ、かわいい、ちっちゃフグ。ほら、見て、ぷっくるくるしてる。こんなちっちゃいの見たことない。ねえ、赤ちゃんだよ、めっちゃ膨らんでる。これどうやってお返しすればいいの。触っちゃって大丈夫なの。大丈夫。これで泳がせ釣りしてりゃいいから、このまま釣りしとけ。なんか残酷だけど。あ、元気、元気。朝ごはん食べたい。食べよう。がっつり持つね、握るのね。めっちゃ元気じゃん。体を持ってあげて、はい、針を張る。あ、やめな、どうも。もうちょっと上、もうちょっと。あ、自分の指に刺さった。いける？おとなしくなって、こいつが。あ、痛い痛い、お前の、あ、お前の横が痛い。さあ、キューちゃん、頭がかしてなんかこれ来るけど。ああ、なるほど。止まるとこまで。ミシャアちゃんの仕掛けあるから、キューちゃん地道にこれ作って。溶かしてます。私にも、私の餌。はい。はい。じゃあ私もできるようにしとこ。じゃあ、またいでこっち。糸通した？通してない。まず魚がいるのかな？どうだろうね。さすがにいるんじゃない？あ、やっと半分くらいいくだけだ。糸通してんだから。
どうしよう。針の先だけ来てた。あそこが引っかかってるけど。見えてる。見えた今一瞬。500円も来んだぞ。正面から巻かないとまた目がかりするよ。気をつけて気をつけて。あれ、あめちゃんが今エビ落ちてんだよ。え、嘘。ぬるぬるしてるから押し出せない。あ、いけた。おー、気持ちいい。指で腹をぐちゃぐちゃにしてる。つるつるつる。
これで取れんぞ、これ。なんか響いてるぞ、私の声が。たらいに、たらいで響いてる。たらいで響いてる。エビみたい。確かに、うん、身の色もね、うん。これ、こいつもこれで取れんのかな。こいつは鱗ない。皮剥ぐやつだ。ほらー、プルーラギレー。綺麗に抜けたね。背骨も。やべ、速攻に落っことしたら。美味しそうだね。ね、綺麗綺麗。ご飯何？なんだっけ、この魚。アジとか、あと念仏。念仏の揚げ。念仏だい。素揚げと、姉さんが好きなピーマン。2切れしかない。本当にちょっとしかない。しかも刺身醤油もあるから。あ、そう、うん、釣ったって。一口もないでしょ。いや、ありますよ。姉さんがうまい具合にやってくれてる。あ、そう、うん、これでーす。で、刺身はどれ。刺身はこれ。熱いだろうな。こっちが熱い、こっちが、うん、サメ気味。サメ気味。これ臭くないね。いただきます。いただきますよ。何かつけるとかしなくて。あ、確かに。あ、美味しいじゃん。全然美味しい。うん、食べれる。うわ、全然うまい。全然美味しい。とか白身めっちゃふわふわしてんだけど。あ、本当だ。うん、いけます。アジ。もう食べた。もう食べた。いや、食べちゃうな。いや、じゃあ。うまい。ほら、うどんだ。いただきます。あ、そう、私も食べてます。お刺身うまい。